おい、ヒンター、そこ早めにバラしとけよ。はい。ふう、しかし解体は大変だな。少しでも生活費を稼いで、家を楽にさせんと。どうだ、体力いるだろはい。ただ、ここはもう昔から家主のいない廃屋だから、お宝出てきたら持って帰っていいぞ。それが唯一の楽しみだな。そっちの部屋をあげるよ。ははは。はい。期待します。はは。ふう。あ、えこれ金庫やん。でも錆びてボロボロだな。これ開かないかなあ、開いた。ええちょ、これ。やばボロボロの金庫から金の延べ棒出てきたんやけど、めっちゃあるししかも。 どうしたえあ、これ。マジか。金の延べ棒じゃないか。はい。あの、部長も半分、どうぞ。何言ってるこの部屋はお前のとこだ。出てきたもんはお前のもの。男に二言はねえよ。お前、相当金なかったろ持ってけ。いいんですかありがとうございます。うん、本物だな。全部で8000万円だ。今日、ーエーギョベクリテペやん。交換するかここ交換します聞いたー 母ちゃん、俺、解体屋で金塊やってたよ。すごいね。なんだよ、これは。これで母ちゃんの病気の治療できるね。そうだね。十分足りるよ。使わせてもらっていいのかいもちろん。いやー、手術は無事にうまくいったよ。他にも、未払いだった町内会費払えて、家の門も修理できて、壊れたインターホンも直せて、腐った床も修理できて、冷蔵庫も新しいの買えたわ。よかった。ならもう俺たちは貧乏卒業だね。まだ借金が26億円あるなよ。他にも屋根は穴開いてるし、家賃は5年滞納してるし、地盤沈下して家自体が傾いてるから、それも直さないとね。あ、まだまだうち貧乏やった。 な、なんかチャンネルのベルマークのボタンを押したら最新の動画が投稿されるたびに通知が来るそうですすごく便利らしいのでぜひ試してみてください